これは伝説のホストが起こした実話に基づく奇跡の物語であるああ、僕の姫面がメンがヘラヘラヘラダメどうすればいいんだうーいどうしてんだーい女を口説いて七十五年女の涙を吹き女の気を斜め怒って女を笑顔に変え時には笑って女も怒らせそう私こそが伝説のホストマスターパセリです <laughs> この伝説のホストマスターに何でも言ってごらんなさいさいさい まあ出会って長く経ってからかマネル化してしまって何のために頑張ってるのかわからなくなったっていうなめん。なんだなんだそんなことか。簡単なことさ。それには簡単なスパイスすなわち刺激をあげればいいだけさ。例えば映画館にデートに行くとする。君はポップコーンを買うんだ。そして映画を見ながらできるだけ前の席にポップコーンを投げるんだ。どうだ。スリル満点だろ。さあ、さすがパシルパイセンだ。早速やってみろっす。パイセン。 早速やってみたら、怖いお兄さんに連れ出されて、もここにされちゃって、その姿を見てたお姫が怖いお兄さんにキュンですとかって言っちゃって、ボック捨てられちゃいました。なーに、敗北も必要な経験さ。諦めるな。戦うんだ。パ、パセン、かっこいいっす。こうして、ホストマスター、パセリの冒険は続くのであった。担当が若部とラ次回、波平が、